エレオノーレ・ロイス2・ケストリッツは、ブルガリア王、フェルディナントの二度目の日。ブルガリア5名、エレオノーラ。トレブシェンにおいて、ロイス・ケストリッツ皇、ハインリヒ4世と、その妻で、ロイス・グライツ皇、ハインリヒ19世の娘であるルイーゼの間に、生まれた。フェルディナント1世は、最初の日マリア・ルイザを1899年に亡くし、 君主の配偶者として公務を託せる新たな日を探していた。同性愛者であったフェルディナンドはこれ以上着手を設ける必要はなく、彼は愛情や関心ではなくアシスタントとなる女性を求めていたのだった。候補者の名簿からエレオノーレの名前を見つけ、フェルディナンドとエレオノーレは1908年2月にコーブルクで挙式した。エレオノーレは ブルガリア皇妃となり、1908年10月に、ブルガリアがオスマン帝国から完全独立を勝ち取ると、ブルガリア王妃となった。エレオノーレは、結婚前におそらく、フェルディナンドの性的思考を知らされていたらしい。二人に、夫婦生活があったかどうかは議論の余地がある。フェルディナンドは、新婚旅行のためリンゴクルマニアオーカロル一世に、招待されていた間、 エレオノーレと別々の寝室を利用していたからである。エレオノーレは、夫フェルディナンドに全くほったらかしにされており、彼女はママ子であるオージボリスらの養育、ブルガリア国民の生活向上に献身した。バルカン戦争や第一次世界大戦の際には、休むことなく、看護婦として働き、多くのブルガリア人選将兵らのため大きな慰めを与えた。彼女は、 温かな心の持ち主であり、傷を癒す特別な能力を授かった人物であると言われた。王妃エレオノーレは第一次世界大戦末期の1917年に深刻な病状に陥り、9月12日に夏の理休のあるエフクシヌグラートで亡くなった。彼女の最後の願いは、 首都ソフィア近郊のボヤナにある12世紀からの教会墓地に埋葬してほしいというものだった。彼女の願いは叶えられた。第二次世界大戦後の共産主義体制したエレオノーレの墓は掘り起こされ、副葬品である宝石は盗まれ、墓碑を彩っていた装飾の墓石は重機で穴へ投げ込まれた。そのために彼女の墓のあることを示す目印が失われた。 しかし、1989年の大政崩壊後、原形の墓石が発掘され、元あった場所に戻された。ありがとうございます。